パグアサ島はスプラトリー諸島にある島。パグアサはフィリピン語で希望という意味。日本が領有宣言をしていた新南軍島時代の旧称は三角島。南沙諸島の中では2番目に大きいとされる島。三角お結び型の平坦な島。面積は0.37平方キロメートル。 パラワン島の西方海上に位置し、約 25km 南西には中国が造成により、拡張して兵器を配備している、数尾章がある。1971年からフィリピンが実効支配しているが、他に中華人民共和国、台湾及びベトナムが領有権を主張している。フィリピン軍の兵士や沿岸警備隊の隊員約30から50名が、 交代で配備されているほか、漁民ら一般住民も約100人島暮らしている。2012年には小学校の開設や不当の建設が予定されていると伝えられている。島内には1970年代に未舗装の1400メートル滑走路を持つ飛行場が建設されている。2014年6月18日にはフィリピン海軍幹部が海水による侵食が進んだ。 滑走路を補修する計画を明らかにしている。2017年5月、フィリピン軍がセメント、木材などの建設資材を搬入し、計画しながら中断していた不当の雪岩施設の整備、滑走路の補修に着手した。2019年7月23日、ロレンザーナ国防省が記者会見でホテル建設計画を公表した。フィリピン政府は、 周辺海域を西フィリピン海と呼称している。2020年8月14日、道東を管轄するカラヤン町は、島周辺のサス4箇所をパグアッササス1から4番、岩礁2箇所をパグアッサ礁1から2番と命名した。ありがとうございます。